はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで本日はあちらにある BMW X5 をご紹介していきたいと思います。はい、こちらのモデルは2019年の2月に新しくなっております。今回で4代目です。で、今回の X5 のコンセプトはザ・ボス・イズ・バックというコンセプトで作られております。はい、とても魅力たっぷりで、そして SAV の中でもワイドでとても車高が低くなってかっこいいフォルムになっています。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。アベモーターズ。はい、それでは見ていきましょう。まずはボディサイズから。全長4935mm、全モデルと比べるとプラス 25mm 大きくなってます。幅は 2005mm、 こちらもプラス 65mm です。高さが 1770mm で、高さはマイナス 15mm、 少し低くなって少しローにこう低く見えるようになっています。そしてヘッドライトのゲイライトも光り方も変わっております。そしてグリルは今ご紹介しているのは 40D なのでブラックのグリルになってます。あとはリアのテールライトもブラックのタイプになっております。そして、M スポーツですね。 M スポーツなのでバンパーもこのような形になっています。サイドから見ていきましょう。サイドのこのプレスラインもこうピーッとつながって、リアのドアハンドルにつながって非常に綺麗なラインを描いてます。ホイールは M スポーツから20インチになります。そしてブレーキも M スポーツから、4ポットのスポーツブレーキに変わっていきます。このデザインもかっこいいですね。そしてですね、 35D M スポーツからエアサスペンションが標準装備です。上下ですね、約 40mm の上げ下げができる車高調整付きになっています。こちらもね、とっても乗り心地がいいです。で、実はホイールベースが 2975mm とプラス 40mm 伸びてですね、室内も非常に乗りやすい、広くなっております。ではリアを見ていきましょう。リアのテールのデザインも、いや本当横長のテールライトでとっても大きく見えますね。そしてこのような感じで光ります。こちらもね、リアから見ても本当目立ちますね、大きいので。そしてテールは台形のちょっと見えない中に入ってますね。こちらもね、すごいスタイリッシュに見えます。そして今回からですね、実はサードシート標準装備になっているので、ちょっとトランクルーム見ていきましょう。それではトランクです。リアゲートは上が開閉してから下を開閉するようになっています。で、横にですね、こう車高を下げてくれるボタンがついてます。そうすることによって荷物の出し入れが非常に楽になります。ここにもね、ちょっと荷物が置けるようになってます。今サードシートが上がっている状態で、少しサイズを測っていきましょう。奥行きは40センチ、幅は111センチですね。ちょっとサードシート下げていきましょう。サードシートは手動なんですけど、セカンドシートがですね、電動で後ろから倒せるようになっています。セカンドシートが立った状態だと、ちょっとサードシートがうまく倒れないので機能がついてます。で、今全部倒しました。そうすると、セカンドシートが上げた状態で測りましょう。で、奥行きはですね、ちょうど1メーターぐらいになります。
で斜めにですね、こう体格上でゴルフバッグも入れていただくと、まあ、重ねていけば4つぐらいは入るような設計になっています。それではエンジンルーム見ていきましょう。はい、それではエンジンルームです。はい、まずこちらはですね、40D になっています。で今回の魅力としては、マイルドハイブリッドが、装着されて、まあ、装備されてます。エンジン始動時とかですね、加速時も非常に静かです。電気のモーターがアシストしてくれるので、そこが本当にディーゼルかなって思うぐらい静かになっています。では 40D、こちらはですね、直列6気筒のディーゼルエンジン3リッターです。最高出力340馬力、最大トルクは700ニュートンメーターです。その他、35D、こちらは直列6気筒の3リッター、最高出力286馬力の最大トルク650ニュートンメーターです。そして 45E、こちらは直列6気筒のガソリンエンジン3リッターで最高出力286馬力、最大トルクは450ニュートンメーターです。そして M50i、 M パフォーマンスモデル、こちらは V8 の 4.4 リッターのガソリンエンジンです。530馬力の750ニュートンメーターです。いや、非常にパワフルな走りをしてくれる、もうこれだけ、重たいボディをですね、もう自由自在に動かせるほどパワーがあるエンジンになっています。それではインテリア見ていきましょう。それでは乗り込んでいきましょう。はい、今こちらはですね、バーネスカレーザーシートになっています。 35D M スポーツから標準装備です。今ですね、ウッドパネルが装備されていて、こちらもとっても高級感がありますね。そしてメモリーシートも2つついてます。で安全支援システムも標準で装備されてます。ハンズオフシステムです。室内はですね、とっても広いですね。そして 12.5 インチのディスプレイと、こちらもマルチディスプレイも 12.5 インチが装備されています。ちょっとエンジンつけていきましょうか。でこの始動時がね、本当に静かになってます。そして今こちらがですね、エアサスの上げ下げボタンがこちらに装備されてます。こちらもね、段階調整ができます。今ね、少し下げてます。そしてモニターにも表示が出るようになっています。でこのエアコンのあたりもですね、まあ全モデルこのようなすっきりしたデザインになってるんですけど、まあウッドがある分やはり高級感非常にありますね。あとはイルミネーションもこちらついてます。あとダッシュボードもこちら今レザー、フルレザーになってますね。いや、ほんと室内広々いいですね。本当にこの重たいボディをですね、まあパワーがあるんですけど、まあ本当に M モデルとかもいいんですけど、まあ35、40、もう35でも本当に十分走るモデルだと思います。ちょっとリアシートも見ていきましょう。それでは乗り込んでいきましょう。とその前にですね、ちょっと先ほど車高を下げてみたんですけど、いかがですか？結構下がってますよね。指3本ぐらいになってますね。こう下げることによって、こう、フロントもね、結構下がってますね。いや、かっこいい。すごいかっこよくなってます。ちょっと乗ってきます。セカンドシートは電動がついてます。
ちょっと乗り込んでいきます。いや、先ほどシートをですね、座りやすい位置にしたんですけど、見てください、この足元もうすごい余裕を感じます。そしてエアコンのこちらもついてるのと、シートヒーターも今ついてますね。はい、今ですね、私の身長が172センチの体重65キロなんですけど、いかがですか、ここの天井までの、すごい空いてますね。こうゆったり座ってももう余裕の広さがあります。あとは肘掛け、こちらについてます。でドリンクホルダー2つついてますね。あとはドアポケットにもドリンクホルダーがついてます。ちょっとサードシート座ってみましょうか。はい、サードシートはこちらにボタンがあるので、これをポチって押すと、おお、すごい、こういう感じで自動で動いてくれます。はい、ちょっと乗り込んでいきましょう。若干ね、ここのフロアの位置が一緒なんで、大人はちょっと厳しいかもしれないですけど、乗ってみます。高さはこうご覧いただくと当たってますね。で直角なんで、やはりちょっと大人が乗るのは厳しいかと思います。本当に補助シートとして使っていただくのがいいのかなと。ただシートがあるないではだいぶ使い勝手が変わってくると思います。はい、いかがだったでしょうか。本日はこちらの BMW X5 40D をご紹介させていただきました。非常に迫力あって、さらに走ってもパワフルで楽しい車になっています。ぜひ、ショールームでご試乗してみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。それではまた。